園芸ラボの石原裕次郎こと坂本博史です。今日はこのフラワータワーに花苗を植えてフラワータワーを完成させます。さあどんなデザインに、どんなフラワータワーになるでしょうか。はい、ポット内を抜いてこのように特製のウレタンスポンジで巻き巻き巻いたやつをスポッと入れます。入りましたね。そしてここに隙間ができないようにウレタンをきっちり網目に入れて、じゃーん、ストッパーです。ストッパーをここに差し込んでパッチンパッチンパッチン3箇所止めて、これで一つの鉢が完成します。これをフラワータワーに入れたら最後のワンピースですから完成です。テーマはみんなコロナに負けないようにトルネードということで、最後のワンピースいきます。カッチン完成。見に来てください。見に来てください。